橋本、橋本対しては鈴木達也、さあ橋本がかわしてそのまま行った、スクープショット決めてきました。バリエーション豊富なのでなかなかつくのは難しいですよね。はい、パイプアップムールから中野、中野のジャンパー。第1クォーター残り3分でですね、試合を通して一番こうパフォーマンス発揮しやすい時間帯なので、はい、ラベナ選手にもあの活躍注目したいですね。このマッチアップになるか、中に出た玉木から田島のコーナー3は来た。さあここでミレノビッチに対してやーディフェンスだった。川島の一つ特徴も出ました。そしてベテランの桜井も入っています。北海道です。田島が狙うスリーポイント、今日2本目。橋本に対してはハードなディフェンスをする鈴木、から橋本が切れ込んでバウンドパスからハイパスムール決めた。まさにファールも非常にまだ一つ目ですからね、はい、個人ファールはいいバウンドパスがあった。中野うまくバックショット決めてきました。さあ田島、ここで内田のスリーポイントは今日1本目。まさにこのルール変更になって注目されている、あーっといいパスがあったが、ここはファイパスムール、よく点が出ました。ここで太田が決まればベンチが盛り上がりますが、さあ今度はファストブレイクに行った。エラゾノがよくマークについている。さあジョーダン・テイラーとラベナ、ウィリアムズが中に切れ込んで、ようやくウィリアムズも得点を決めていく。やはり連戦の時というのは明日どういった対策を取ろうかと相手に考えさせることが大事なわけですね、はい、ある程度のこうシチュエーションのバリエーションは与えるのが大事なので、はい、今節がホームゲーム最終節ということになります、まあ、これが本来の姿ですからね、ウィリアムズの。そうですね、あのスリーポイントシュートもこの、さあ今度は川島がスティールを狙ってにいる。ウィリアムズのスリー決まった。これで後半だけで10点。元気がなかったというか少しちょっとおとなしかった前半が嘘のようですけどね。ここでよく田島がスティールした。北海道としては早いタイミングでのリリースが必要になりますね、はい、このジャンパーは決まる。これでウィリアム15点、後半だけで15点。ラベナとテイラー、おっとジョーダン・テイラーがよく手を出して